方坊県マイナス33丁目線は、パストレインの運行系統で、路線略称は方防圏、方坊県マイナス33である。パストレインの路線図では、青で表され、この系統で運転される列車は、青の系統標識等を点灯する。ニュージャージー州方坊県の方防県駅から、アップタウンハドソン中部でハドソン川を渡り、ニューヨークシミットタウンの3丁目駅に至る、路線であり、 全長 5.6km を所要時間14分で走破する。平日の6時から23時までの運行で、それ以外の時間帯は、ジャーナルスクエアマイナス33丁目線が運行される。この路線は障害者対応の駅が少なく、両端の駅のみ対応している。方々圏マイナス33丁目線は、ハドソンマンハッタン鉄道の方々圏マイナス19。 町目線として1908年2月28日に開業した。現在と同様に方々県駅から運行されていたが、マンハッタン側は19町目駅までで、33町目駅まで延長されたのは1910年11月10日のことだった。19町目駅は1954年8月1日に廃止され、H&M 自体も1962年に、 公安公団ハドソン川横断公社に買収された。アメリカ同時多発テロ事件で、ワールドトレードセンター駅が破壊されたため、当線の運行は休止されて、全列車ニューアークマイナス33丁目線、方々県経由で運用された。これは2003年6月29日に、エクスチェンジプレイス駅が営業再開するまで続いた。ありがとうございます。